近岡利一郎は、日本の政治家。自由民主党所属の元衆議院議員。山形県最上郡真室川村の作り酒屋に生まれ、1944年3月6日に、陸軍士官学校入校。戦後は、県議だった父、力地、貴族院多額納税者議員、県議だった叔父近岡利三郎の影響もあり、30歳で、真室川町議となる。 1959年に山形県議会議員に当選。以後6期連続で当選し、在職中には県議会議長も務めた。1980年6月22日、松沢雄造の後継として、第36回衆議院議員総選挙に自民党公認候補として出馬し、初当選した。以後第42回衆議院議員総選挙まで7期、連続当選した。 在職中は、山形新幹線の新城延伸や東北中央、自動車道、新城市坂田市間の地域高規格道路の整備、庄内空港の開港などに貢献した。また、第3次、中曽根内閣で、総務政務次官、宇野内閣、第1次山内閣で、厚生政務次官、第2次橋本内閣で、科学技術庁長官を歴任した。自民党内では、 最大派閥の田中派に入会。竹下昇が派中派の創生会を結成するとそれに加わり、竹下派、小渕派、橋本派に属した。2003年10月10日、衆議院解散に伴い、選挙民からいただいた議席をお返ししたいとして、政界を引退。第43回衆議院議員総選挙では、秘書の逮捕を受け自民党を離党、議員辞職していた。 加藤光一の正解復帰を支援した。2016年6月8日、肺炎と呼吸不全により、入院先のマムロ川病院で死去。6月18日に、葬儀、告別式が取り行われ、岸孝一が葬儀委員長を務め500人が参列した。生前に叙勲の話があったが、戦死した同胞を思い、仲間の気持ちに寄り添いたいとして誇示していた。のぶ1位。 朝日大受賞追贈ありがとうございます。